エイシージュンド、エイシージーンド、どうも森光です。タイガーです。二人合わせて金ピラコボーです。よろしくお願いします。タイガーどうした？あの元気のあるガソリンスタンドの店員さんっていいと思う？あ確かにな。こう異性があっていうこう気持ちがいいよね。おう,おう,うんあの俺ちょっとやってみたいからさ、うん、あのお客さんで来てほしいわ。あ分かった分かった。 ブーンよしよしオーライオーライオーライストップオーライオーライストップオーライストップオーライどっちどっち待って待ってどっちガソリンインゼにこれ誘導下手すぎストップストップ すいません、レギュラー満タンでお願いします。かしこまりました。店内でお召し上がりですかい,いえ、ファーストフードケア。ガソリンお召し上がりもしないから、ここであのこの車に入れてください。かしこまりました。お支払いは年金でしょうかカードでしょうか年金って何まだもらってないから24だし、カードでお願いします。かしこまりました。ビネガー満タン入ります。いや、レギュラーね。レギュラー。ビネガーティースの力で車動かんだろ ?5 万6千になります。ぼったくりだな。5万6千0高っ。 お支払いはあの遊戯王カードでのお支払いでよろしくお願いします。待って,待って遊戯王カード <laughs> 遊戯王カード久々に聞いてよや。それトレーディングカードゲームな違う。エクゾディアで。ええー、しらいよや。キャラクター名どうでもいいだろう。違くてキャッシュカードとかクレジットカードじゃないの遊戯王カード持ってないですから。あはい。えー、じゃあターンエンドということで,で。<laughs> 遊戯王のルールや、それ。自分の番が終わる時の言い方やし、<laughs> ターンエンドって意味はからんだろうや。<laughs> え森光はうん、どうした、大河どうしたじゃないだろや。お前、えー ガソリンスタンド行ったことあるえできてんかったできてんかったところじゃないひどかったよややっぱりか、うん、いらっしゃいませのいい方おかしかったよな、うん、そっちじゃないよやいい加減にしれどうもありがとうございました,ましたキラキラ光る大空の星 ピラピラお星様ラジオ FM 犬 1FEC 中運動金曜日金ピぴらごぼうの金麒<ン>ピラピラ,ピラ,ピラお星様ラジオ今日は生放送でお届けしておりますはい2月23日金曜日でございますね自己紹介しましょう、うんえー、僕たちは沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC でお笑い芸人やっております金ピぴらごぼうの金城大会と富川森三つです、はい、よろしくお願いいたしますお願いします ということで今日もね皆さんはいいかがお少しですか受験生の皆さん応援していきますけれども今日もそうなんだ今日も今日もしていきますけれども今日俺なんかいつも受験生の応援してたっけ違う違う竹子の番組じゃないそれ違うやそれあの聞いてる皆さんがね元気になるようなお送りしたいと思いますけれどもさあ 早速、うん、ツイキャスでもコメント来てます。ありがとうございます。広、えー、田さんから来ております。はい、こんばんは森光くん。今日会いましたねということで。あ、そうなんだ。今日あの道で偶然すれ違ったんですけど。え、あわ合わせとか合わせとかじゃない。<laughs> 合わせで歩かないっすさ、ね。<laughs> どこどこ。のあのこの那覇市お経通りにあります。バンダハウスの近くで、えーえー、すれ違ったんですけど。国際通り近くです。そうそうそう。広、う、広、ん、田くんがねあの。うん イヤホンをつけてめっちゃスマホの画面見ながら歩きスマホしてて危ないよって言ったんだけど本当に危ないからちょっとやめたがいいです結構、車通りも多いところで車も多いから気をつけながら止まって聞くときはそういうのが集中したからなでもなかなかね結構見ちゃうんだよね歩きながらスマホとかで連絡とか来たら。 全部それこれ、携帯にね情報が来ちゃうからね、うん。はい、注意しながら、注意しない携帯は意識してください、ね。おということで、この FMGINO1 の金曜日は同時で,同時でというかメールも募集しております。はい、はいメールアドレスが797、数字で797、アットマーク、FMGINO1。com、797、アットマーク、アルファベット小文字で f m g i n o w a n c o m までメールお寄せくださいお願いいたします。お願いいたします。いいますはい。些細なことでいいですのでね。はい、お願いいたします。で先ほど少しコメントも紹介しましたが、ツイキャス、ユーストリーム、サイマルラジオ、リスンラジオ同時に配信しておりますので、こちらの方からも視聴可能でございます。 ね、合わせて、お楽しみください。お願いします。お願いいたします。みすけさんから早速こんばんは、ということで。ありがとうございます。コンティニューコイン2個もらいました。<laughs> 早いですね。このコンティニューコインっていうのがですね、こう追加上の中、スタンプみたいなやつで。うんうん、これが、五つ集まると。はい,はい。あの、この、配信時間が、30分延長,される延長できるということですので、早めに皆さん。<laughs> <laughs> よろしくお願いします。お願いいたします。 さんからもコメントておりりまますすねあがとうござい今日はプレミアムフライデーですねあの忘れ去るしプレミアムフライデー確かに片隅にもないんじゃないかな場所によってはいかなあのほらあれはブラックフライデーかイオンさんとかがたまにやるのブラックプレミアムフライデーなんかあれだよねお仕事してる方も早めにこの日は帰って自由な時間を楽しみましょうみたいな感じの。 ものですけど沖縄ってなかなかそういうのを浸透していかないよね浸透しないね、うん、何かあの何だろう引っかかる人が少ないんじゃないかなこのプレミアムフライで<ー>んかみんなあハロウィンとかは広がるさもしかしたらちょっと遅れて広がっるかもしれないかもねあと23年後ぐらいに。 海で離れてるからね <laughs> <な>距離があるから <laughs> あ海,海であれ伝わるの遅くなるんだそう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 ,そうなんだ<う><構>海は結構離れてるから泳いできてるはず今プレミアムフライで <laughs> またフライまたフライやし <laughs> バタフライ息継ぎ死に難しいの分かるわいや分かる分かる水泳やってたからめっちゃ分かるんだけど個人メドレーってやるわけバタフライで平泳ぎで背泳ぎ上向いて泳ぎでクロールっていうこの大体4つの泳ぎだったか主流なんだけど最初に必ずバタフライからやるわけあそうなのあれがもうきついさ動きメドレーでメドレーでえだったかな自分の好きな順番はできたんかななんかでも決まってるよねそういうのって バタあれなんか、はい、全部の筋肉使う、うん、腕の筋肉とか、うん、でこの顔をなんだろうなあの理不尽な上げ方をしないといけなくて <laughs> クロールとかはこうなんか手をさこうあの前に伸ばしながら、うん、で首をなんだ水面から横にパッてなんか,か,か簡単に息継ぎができるわけそういうことああ確かにねはいはい、はい、水面から、ね、クロールはねそうクロールはね、うん、クロールで平泳ぎなんか分かるさ 手でかき上げながらその勢いでこうなんか手が胸元に来たら水面にパッて顔出せばいいさ、うん、バタフライはなんか平泳ぎは手が下に手が顔の下にいってるからなんかその反動で水を押す感覚で水面から顔出せるんだけどバタフライはこの1回前で。 なんかこのドルフィンウェーブ体をウェーブするドルフィンキックみたいなので手まで1回行き渡らせて手まも行き渡らせて手を2回目こう水を両サイドにバッて上げて手を水面から出すと同時に体を反り上げるわけだからなんか反動のつけようがないというかもうほぼ筋力で背中の筋肉背筋とかで上げる感じブー <laughs> <laughs> あ,あれ、あれたまにやる表現で、パーって、俺、小学校の時に勝ってたんだけど、死にきつくてから <laughs>、うん、<laughs> きついなそぞ、くらくらするわけ、うん、あの25メートルだけで、うん、パーってや,や,ら,おでやらないとモタ、もうたん。いやー、怖い、でも俺、もう泳ぎ自体が得意じゃないから、クロールすらできないわけよ、<laughs> クロールの息継ぎすら。 黒でもあれも難しいからな,、うん、なんか加減がな。意味,意味やからん クロールがでも一番早く泳げる人にぎとかが早かったりバタフライが実質早いみたいなのもありますしちゃんとこの力をちゃんと体力を出せたら一番早かったりするみたいなそんなこと言ったら全部そうだねフィールドが違うさま海じゃないと海海だったらシャチとかが早いかもしれないそんなたわやもないお話を1時間していきますので皆さんお付き合いよろしくお願いいたしますじゃあここで一旦 CM に行きましょうかね CM ですど

那覇お笑い劇場めっちゃ楽しかか、ったよ、うん、といううとそちょうど先週か17日にねありがとうございます結構たくさん来てましたしねうん、うん、ありがたいですねもんちソフトバンクだけど、うん、いつもさなかなか行かない場所にサービス店舗があるから、ね、<laughs> そうなんだまだスーパーフライデー使ったことのないさあ これなんか店舗によってもなんかあるのか？それサービスがあるんですかね？例えばこれだたなんだっけソフトバンクだったかわからんけどおお吉野家…うん吉野家に全然違うやつ <laughs> 牛丼屋なんかあのはい、はい、あソフトバンク出身、ね、あ整形してみたいな<あ>はいはいシエマけますなるほどひでのぶですラジオ名言いますキンピラごぼうのキンキンピラピラおおしねラジオ <music> f m ギノワン f e c 運動金曜、日金ピラごぼうのキンキンピラピラおひさまラジオ、生放送でお届けしておりますよ。えーまあ、先ほどね、ひろきさんからのツイキャスのコメントで、うん、あのこのスーパーフライデーの、うん、えー少し話題が出てきまして、はい、沖縄モンチ,チさんからもコメントいただいてるんですけども、スーパーフライデー、なんかプレミアムフライデー,イデーだったんです <laughs>。じゃあ、このモンチさんのスーパーフライデーはまた違うやつかな。なんだろうスーパーーパフライデーって じゃこのなんかその、うん、あのモンチチさんが多分携帯のメーカーがソフトバンク会社がね<い>。でなんかソフトバンクユーザー限定で例えばその牛丼の吉野家さんに行ったらなんか波が一個サービスみたいな、えー。ええ。ありましたよね。あソフトバンクさんですかね。波がに一個サービス。そうそうそう。二個食べれってことじゃん。そうそうそう。すごいな。まあまあサービス受けたい人はね、うん。 とかええまあ A.U. とかでもありますよなんか A.U. のあのサンタロのシーンがあるさえおぐりしんじゃなくてあのなんかあるさ桃太郎とあるなんかあれもなんか月の三のつく日はなんかそういうサービスが起きられるみたいなあるわけよそうそう俺も全然知らなかった俺もめっちゃ来るわけなんかこのマジで月来ないんだけどほらサンタロの日って言ってえ今日だ今日使えるクーポンをお届けしますって なんかそのクーポンで例えばそのお店に行ってそのクーポン見せたらなんか一個サービスとかいくらはいくら割引できまよとかはあすごいねちょっとあのフスーパーフライデーとかからはお得だな少し離れるんですけどほらなんかほら今日のやつなんかすごいですよはいはい毎月三のつく日ね三と十三と二十今日はなんかミスタードーナツでもらなんかほらほらドーナッツ二百円分がもらえたりするらしいえ でまあ、ちょっと会員のランクでまたそのもらえる料金額も変わってくるらしいですしうん、うん、あそうなんだとかいろいろある結構大手メーカーさんはそんなのが多いですよとかもありますしねこんなの知らないと,なんかちょっと損するねあだから使っていった方がいいよあ<ー>たまになんかあるわけ僕も英雄でなんかその抽選でコンビニで商品控えるなんか当たるみたいな先着何名様にみたいな。えー 外れなしのとか。はあ。はれなしうん。使ったりした方がいい。いろいろあるんです,、ね、ですね。スプリームさんからも来ますよ。はい、あ、ちょっと痛そうなお話。こんばんは。風呂で, <laughs> 風呂でティーバッグでひげ、えー、剃りをしてたら、わ、唇を切り、血だらけにって、ああ、えー、応急手当てしないと。<す>応急手当て手当てですなと。あと、 ページカミソリの間違いああなるほど <laughs> いやこれも自分で文脈でわかるんだったら直した方がいいよ <laughs> こん完全に狙って書いてますからね。あやみさんからも来てますよこんばんはで遅れましたあ,ありがとうございます。ますこのあやみさんは、うん、あの多分なんですけど、うん、あの元,元氏の元氏の同級生だったかな,そうな元氏の友達知り合い、えー、だった多分元氏大河がお休みで元氏が出てきた時に 来てくれたような気がします。間違っています。いません。いやでもこれだけ言えるのは元氏元氏の少なくともあの三倍は俺なんか面白いということだけは。元氏が元氏が面白いしね元々ね。ありがとうございます。はい。うんそうそうモンチさんみたい携帯会社によってもサービスが違うみたいですよ。ああしプリムさんもう行っちゃいましたね。スーパーフライデーは揚げ物を食べる日でしょうと。そうです。 違います。改めてね。あ、あやめさんから来ましたよ。え、元氏先輩の2個下です。うわ、めっちゃ若いやし。ええ、2歳とかってことじゃん。ええ、元氏いくつだわや。元氏が4歳の。4歳の熊でしょ。だとしたら妥当な大きさだな。4歳だったら流暢に言葉しゃべれるし、爪ないし。じゃ元氏の19とか。ああ、もうハダシちょうどハダシとかい年齢とか。 はな。ありがとうございますすごいな初めてキンキンピラピラちゃんとしたメンバー見ましたメンバーそうだね前代打で出てたからねなんか僕なんかキンピラごぼうのことも一応知ってるみたいですよありがとうございますライブもまた遊びに来てくださいねはいシュプリムさんが13日の金曜日は怖そううんいやいや怖そうっていうかもう普通だろそれは13日の金曜日が怖いっていうのはでも今のこのあや…あ あやみさんぐらいの年齢の19歳の子って13日の金曜日ってもしかしたらもう聞きなじみないかも、ね、分からん分からん,分からんよ俺なんかでも、うん、あの実際に見たことないさ、うん、そのジェイソン映画とかってある、うん、俺はだからあの借りて見てるあるんだ借りてみ。俺はね <laughs> はいはいはいだから見てる人は見てるだろうけど<ー>多分 要はホラー映画ですしあまり民放とかでは放映されないと思うわけ借りてからしなんか指定 R 指定が入って年齢制限があったと思うけどだからちょっとでもなんかもう行ったら王道だよフレディとか何だっけジェイソンとかジェイソンはもうまあなおだと思うんだけどあとチャッキーとかね 人形になんか殺人鬼の魂が乗り移って人形が動いて人殺すジャッキーとかジャッキーだろやジャッキーチェンだろあれモードだけど違うだろ人殺さんしモエオドラゴンドラゴンブルースリールーとかねだから俺も怖いの苦手だからあんまり見ないけど親とかが好きだわけよあ死に好きめっちゃ。 好んでみるやつ、うん、考えきれ顔も怖いしな。ええ、怖くないよ。<laughs> 怖くない。怖かったとしても言うな。<laughs> 優しい顔してますよね、えー。優しい顔してるって言うなもなんかあれだう <laughs> もん。もはや。<laughs> きついな。きつい。どっちに転んでもも行 <laughs> <laughs> った時点でもうだめだもん。アウトアウトです。うそうそうだこなんか,こなんかでもなんか見たいんじゃないですか。怖いいわいわゆるも怖いもの見たさで。はいはい、はい 俺もだから見るわけだから<ー>ストーリーとしてやっぱり面白いドキドキして、うん、おわーってやっぱり驚かされたりちょっと怖いってのは分かるんだけども見るさ。 でよくやらんかったなんかあのやったやったまだ言ってないまだ言ってないやったなあれだろどこで強化あり潰すやつだやったよ暇なやったやったやったわ俺家のアパーズの部屋のブロック塀のなんかあの沖縄によくいる赤茶色のアリがいるさあるねちょっと大きめのあれ潰しすぎて手の皮を剥げたわけどんだけ潰したアリの擬産みたいのでちょっと手でダメにしたことがかわいそうだ なんか学校であり勝ってるやついたような筆箱の中とかで絶対どこの学校にもいると思うけど俺も買ってた人いる俺もモやったよ捕まえて死ぬしねすぐ圧死されるしねペンでそんな話じゃないだろまあまあ話取れましたけれどもチャッキーほあやみさんはチャッキー見たことああなるほどね あるんだ。えー、俺もうないな。<laughs> 俺もうないな。接続詞ばっかり取るよ。今。<laughs> もうて、接続詞よ。チャッキーはでも、見た方がいいやつ。なんか、あの、俺もストーリーよくわからないわけ。本当に、うんうん、あの。 そういう概要しかわからないバカだからな物覚え悪しな俺って俺って物覚え悪しな自分で言うしかいや突っ込みばりだそんそんなことないですよそんなことチャッキーとかは見た見た方がなんかでもさなんかもうグロいの無理でしょ俺も無理だからわかるんだけど気持ちはでもなんかあの知ってた知ってるとい一応どれかは見た方がいいかも。 フレディも見たことないでしょフレディもないジェイソンもないジャッキーもないなんかもうあれとかしにいわいジャッキーは見たことあるだろあれジャッキーはジャッキーはいっぱいやってるだろスパルタ X とかいろいろやってるだろジェイソン VS フレディみたいなのもあるからああどうしようもないわけよなんかフレディはあれ何で出てくるんでしたっけ夢じゃない エルムが、あ、フレディはそうフレディは夢の中に出てきて、それがなん、問題かね、寝れないみたいな。で、なんか現実と、なんかあれですよね、ごっちゃなっちゃうみたいなやつですね。あれは、ジェイソンはなんですか。ジェイソンは普通に。ああ、あ、で殺人鬼ですよね。あ、そっか、十三日の金曜日。チェーンソーを持った。うん。うん。実は、それのなんかバーサスみたいなのがあって、十三日。に、なんか、その。二人出てくるみたいな。ええ。もう、どうしようもないさ、そんなの。 さすがアメリカの人の考えることは計り知れないなって思って<あ>怖すぎるだろ。<laughs> いや<ー>でちょっと面白いのが、ね、怖いのがあれだけど、うん、ちょっと面白いのが、あのー、たまに CS とかの番組でやってる B 級ホラー映画があるわけあ,<ー>あれはなんか逆に笑けてくる俺が一個知ってるのは竜巻台風で、うん、もうんでかわからないよ、うん、俺も途中から見たから分からんけど竜巻 すごいハリケーンが来るっての中にこう無数のサメがいるみたいな、うん、サメも一緒に飛んでて <laughs> でそのハリケーンで、うん、そサメが飛んできて、うん、サメがカンナジ人を食うみたいな <laughs> いやいや何だったかな<う>ハリケーンに入った時点で結構なもうダメージだからなそれなんかわかりますタイトルがそうそうそうあのなんか調べたら出てからサメハリケーン B 級画が出てくるはず。<laughs> じゃあ興味るもうめっちゃ面白いなんかさ CG だって絶対それはそうだろ雑な CD 俺なんかが作れるんじゃないかなぐらいのそんなになで必ずサメが飛んできては足壊れてうわってなってるこれのなんかいろんなパターン出しみたいなやつとかかうここぐらいまでなるともはや面白くなってくるははいいはいあんなのとかいいかもしれないね あまりにもねリアリティがなかったらちょっとなんかだからもうもはやそういうちょっとコメディチックなシャークネードシャークネードシャークとトルネードそのままそのままだハハ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 れハハハだぜハハハハハハだハハんだハハ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 ハ フォーマーとかの。トランスフォーマーが見たかったのに。ゲオに行って、こう並びで。ええ、要、五十音順に並んでるさ。トランス、トランスの並びがあって、トラン、トランスモーファーってあるわけ。お、びっくりして書体、なんか、この背表紙の書体も全く一緒なん。あるよな。てって、あの、鉄の板金の、なんか、あの書体、本当で、トランス。 もうファー全く同じトランスフォーマーと全く同じ状態だから知らんで買ったわけ、うん、借りたね、うんうん、で本家って言ってあれだけどリベ本家もトランスフォーマーリベンジとかあるう全くもう,もうそれに寄せて作ってるやつあってで家帰ってからよしてみようって思ったら <laughs> なんから <laughs> 自主制作かなぐらいの。 でストーリーも長い,長いのにつまらないっていう <laughs> 最悪だな、うん、いやおおお逆,逆に面白みがあっていいんだけどで結局なんかあの <laughs> なななあれなんて表現したらいいのかななんか滑らかさ「トランスフォーマー」がやつってあれハイスペックなシーお金かけてね、うん、やってますからで滑らかにこう車がこうロボットに変身なんかぎこちなくてから、うんえー、あれなんて言ったらいいのかなピングって分かる あのえー、えー、じゃあ何あれがいいや NHK でやってる何,何虫のアニメやからさあーうん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 何だったっけジ、えっと、ャッキーじゃなくて粘土みたいなやつそうそう粘土であれコマ撮りして変身シーンがコマ撮りだけ多分だからんか何かカカコココココカココみたいな <laughs> <laughs> いやそれはそれでちょっと見てみたいけどね <laughs> 頑張ったなと思 <laughs> う まあまあいろんな映画がねいっぱいありますけどまあ皆さんからもあのツイキャス来ておりましても、うんち、えー、さんからも来ております、はい、エイリアンとかいきなりドーンって出てくるホラーは口寒い口,塞い,口塞いでても怖すぎて <laughs> わーって言ってしまいますいや分かる分かる。 しまいモスンって書いてます、ね。<laughs> 近くモスばばっかあったのかな。あったんかな。わかります。かるね、ふくし塞いでの塞ぐっていう感じも寒いって読めるような。れ <laughs> 流れで読んだら全然。やあやみさんからは、うん、逆にグロいの最高です。あ、最高なんだ。<ー>でも、だから、ちょっともう。あのー、もう違うなって思ってきたのが、俺がはい、はい。 今でで高校生18とかで今若い子とかはもっとなんかいろんなもういろんな情報とか媒体があふれる中で育ってきてるさだからなんか感覚がもうあのいい意味でも悪い意味でもなんかた、うん、なんだろうたけてるというか<ー>なんかあのいや分かるよ元市とか特に、うん、元市とかなんかあの。 僕はね僕はもう単純な映画が好きだけ普通にハッピーエンドとか分かりやすいやつでちょっとあってもなんか少し考えるぐらいのがいいんだけどなんか本の終わり方がもやっとするやつとかが好きだけどよ俺はちょっとあんまりだな面白みがあるの俺も分からないんだけどなんかもうタイトルも覚えられないぐらい本氏が一番最初に俺に映画進めてきよったやつなんだけどこの。 カップルがいて女の人が、うん、女の人がこう全世界の人に忘れ去られるみたいな一、うん、日で,<ー>で男の人はその忘れ去られて、うん、またなんか最初なんかその女の子に一目ぼれしたみたいなシーンから始まるんだけど、うん、実はそれ以前に何度も会っててうん、うん、記憶が毎日消えるみたいなで終わり方もなんかそれをあるそのいくつか流れがあって最終的に、うん。 自分のなんか机開けたらなんかそのむ昨日の自分の置き手紙があるわけよそういう子がいてっていうのがなんかいっぱい机が出てきてなんかこうなんか干渉されかんうわーってなってなんかその子の元に駆け寄っていってエンドみたいな,な,ん,かなんか俺なんかその先どうなったとかまでちょっともやっとするよねそういうのもやっとするさ。 その世代とかじゃなくてた人のその人の問題だと思うんだけどあのひろきさんからもうこの一時期、グロい映画にはまってました R15 以上じゃないと見なかったです意見だったりあやみさんからもあのすっきり終わ,らないの終わらないのは嫌いです嫌いなんだ逆にやっぱりその人によってその好き好みはありますからね映画あれ、すっきりしないやつなんだけどインジェクションでしたっけ インセプションインセプション、インセプションでしょあの、夢の中に入るやつレオナルド・ダ・ヴィンチが出てるやつでしたっけあ違う違う違う、違う。あディカプリンだダ・ヴィンチは画家やしあれ、すごいスッキリしないですけど、面白かったですねだからあの、なんだろうなクリストファー・ノーランはそういう作品ですねあ、あ監督さんあの、ダークナイトとかあーインターステラーはい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  えー、なんかそれってちょっと気持ちいいさななんかなんかだろう謎が解けるというか、うん、あのちゃんと終わらないけど、うん、なんか枠組みとしてはしっかりあの作品としてなんかそれが完成されてないってやつじゃないけどなんか、うん、いやでもめっちゃもやもやして夢の中に入っていく俺もあんまりはっきりは覚えてないんだけど、はい、夢の中に入っていくわけよ。 そこでで情報を取るんでしたっけ夢夢の中からのの中中かから敵と潜在意識みたいな。はい、でその夢の中でこのバリケードみたいのがあって、はい、この潜在意識相手が抵抗してくるから、うん、そこでも死んじゃったらおしまいみたいなやつだったりとかでどん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 深層心理深いところに入っていくために、うん、なんかこの装置で。 夢の中に入っていくんだけど、うん、さらにその夢の中でまた装置を作るわけですあかもうほらそんなのとかさどん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 奥深くに入っていって、うん、であの最終的にちゃんとこの何,何分以内に戻ってこないといけないみたいなルールがあってであのそれ以内にちゃんとその全部の世界戻ってこないとあのずっと夢の中にいる昏睡状態のままみたいなあ,、はい、あの。 まあ設定なんだけどはい、はい、一番最後にこのんで夢の中に自分がいるかがこの分かるためにはなんか専用のコマがあって、うん、でそのコマを回した時に現実だったらこのコマはちゃんとあの終わるわけよ止まるんだけど夢の中だったらずっと回り続けるわけよはい、はい、で一番最後に「やった現実戻ってきた」って言ってあのやっと幸せなこの生活送れるってなってこのコマ回してこのコマが、うん この止まるか止まらないかずっとぐる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 って回ってちょっと揺れてるみたいな絵で終わる、うん、<ー>えっどっちみたいなまだ夢の中かもしれませんけどねみたいなってことでしょ、うん、ご,めんごめんなさいね今から見ようとしてた人はネタバレになりますけど、えー、あれがだからもうそうでしょ、うん、あのマトリックスがそうですもんねマトリックスそういう同じような装置の中に入ってみたいなで結局 そういうい世界が繰り返されてたんだよみたいなやつさはあって俺だから「マ、まあ、<laughs> トリックス」のた時にそれ見てからちょっとでも物語面白かったわけメジャーさうん、うん、でなんかこれもう放送されて「うん、おおすごい面白い面白い」って最後見て、うん、あ結局こんな感じってなってなんかはい、はい、あこうよく言われるさなんか実際この今生きてる世の中も過去に何度か 繰り返されてきて長い年月での何回目かかもしれませんよねみたいなことはとか <laughs> はい、はい、なんかそういうのを暗示させるやつなんか最後 <laughs> 最後だっけう <laughs> ってなってなんか今日物語良かったのに<ー>うーってなって <laughs> 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 すっきりしないわけね。<laughs> うん でもそれが逆になんかこう想像にこう最高を任せるっていうところがあの見る側にとって楽しいって思う人もいるだろうし確かにね、うん、でなんか影響を受けるさだからそれを見てこっちがか,んなんか考えるさ、うん、だからそれもいいっすね考えてどうなったんかなみたいなあそういうことか、うん、そういうことね <laughs> <laughs> めっちゃ自己解決するや さっきタイガーが言ってたトランスモーファーとトランスフォーマーかなあっシ,シャークネードヒロキさんが調べてきて、ね、トランスモーファー、うん、あのどっちも同じ会社みたいですよあそうなんかうそ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 う多分なんかそうだよそうそうそうそよそそうそ、ね、うそ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 うなんそう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 うそうう ちょっとよ多分だけどシャークネードに出てるキャストの人トランスモーファンに出てるるけじゃない本当か。あやみさんから多分大河のさっきの記憶のやつだと思うんだけど最近のですかオレンジオレンジねあの山崎健人君が出てるやつねオレンジ僕は漫画で読んだかな漫画かアニメかで見ましたけどなんかあれもそういうそう。だんね

じゃ CM いきましょうかねはい、はいはい、CM ですどうぞ僕のオススメはミッション8ミニッツです、はい、ミッション8ミニッツどんなやつそのままミッション 8, ョンな8分以内にバック破テロで死んだ列車の中に8分だけ潜入するんですよ<ー>その中の死んだ人の脳みそに潜り込んで 誰が爆弾仕掛けたか調べてこい。ええー。ことの進み方が何回も繰り返すんでめっちゃ面白いですへえー、最後大の問題ないしなるほどいろいろこの8分間がこうあれだ積み重なっていくんですね、はい、こ,うこ爆発するまでの進み方と繰り返してはいはいはい、はい、ええー、いいな最近映画ちゃんと見てないな見た方がいいかもな、うん、なんかひどいのがどんどん出てきたな <laughs> <laughs> あれ流れ星流れてるなあ、いた頭に当たっちゃったきんぴらこぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジオ FM 議の案、FEC 中ンド金曜日、キンぴらごぼうのキンキンピラピラおさ様ラジオ生放送でお届けしておりますよ。はい、はいえー。ということで、少しね、皆さんのなんかおすすめの好きな映画とかの、うんえー、お話を今してました。はい。たんですけれども、うんえー、シュプリームさんからが来てますこれ、風の谷で何した <laughs> あちょっと<れ>いいねあの3つ、3つ連続でいこう、これ。えー、でそして、あやみさんが。うん これは何溺れる溺れるナイフ溺れるナイフこれこれもそれっぽく聞こえちゃう <laughs> 溺れるナイフは多分ちゃんとあちゃんと、ね、あ映画のタイトルであるんだろうなでそのそれを挟んで<ろ>さん挟んでひろきさんのコメントで現役引退した宮崎駿がメガホンを取った最後の最新作朝、えー、メガホン取った最新作か、えー、朝たちにおじさんたちよ十九二十の子がこの <laughs> 下ネタも下ネタに挟まれてるやし <laughs> おじさんたちよそうだなあシ、うん、スプリームさんが少し匂わすからですよこの「風の谷」で何したみたいな <laughs>、うん、う俺なんかこの「風の谷」もなんかちょっと風俗っぽくないからこ <laughs> 初体が何 <laughs>、ね、な,なのこの人たちこの朝たち「朝立ちぬ」もさこれさもう「立ちぬ」の「ぬ」が「 朝立たないよーっていうやつのヌーなのか朝立ったようの終始のヌーなのかが全然わからないからこれ <laughs> どんなどんな <laughs> どんなやつだわこれほら見てみあ <laughs> さんぬ、えー、溺れるナイフはガチで濡れるっかわいいそうそう見えてくるもんだってちょっとええー、そんなやつではないですがそんなシーンはありますがと <laughs> そうなんだ、えー、<laughs> でも聞いたことあるななんかそういうの。 ああそうなんだ。聞いたことある。俺もこれなんか、ねね、聞いたことあるんだよ。あ、俺これおすすめされたや。仲いい友達から。そうなこ,のこの小説多分。まあ、読んでみよう。読んだほうがいい。映画もあるんだったら映画からか入りやすいから。映像が見たほうがいいな。 進撃のめいちゃんさんから来ております <laughs> 映画のエロタイトルを考えようのコーナーですか <laughs> 違います <laughs> まあいいですけどね,ね<ー>考えておく考えていただいても考えてってきた全然いいですよ <laughs> あ少女漫画か、えー、少女漫画だともしかしたらドラマか映画かなってるんですね<ー>そうなんだちょっと面もし面白そうじゃあ,じゃあおすすめされたやつじゃない <laughs> <laughs> 俺小説いいやいや,もうあいやしょ たまにありますよ、ね、なんか少女漫画が小説とかなかったっけええから分からん,からん <laughs> か。じゃあちょっと。溺れるナイフね、えー、見てみようメール、はい、来ているみたいですので、少し開いてみましょうか。いやーありがたかったな。ほら、あやみさんが映画見ました。ああ、なるほどね、映画であるんだよ。多分あるんだ、あるんだ。うん じゃあ今度あの借りてきてもらって僕に貸してもらっても大丈夫ですか <laughs> あアニメもあるんですね。でもそういろんなあの形でこう作品が出るってことは多分こう何だろうな,なんかつ伝わりやすいんだろうなまあまあ,まあ,まあいろんな方面を本で読んだりとかいい作品なんですよね,ね。あやみさんがえこれは多分だけど声の形かな、うん、声の形。 本当おすすめですと。これもあれだよね。元氏が好きな。そう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 。<つ>あのー、あれね、手話で話す女じことね,ね、うん。これはなんか僕あのー、あーなんだっけ、えー、CM じゃなくてなんていうんだっけ予告だ予告見たんだけどあ,、はいはいはい、あなんか面白そうよこれも面白そうです、うん、なんか元氏進めるだけ進めて、うん、なんか。 元氏の中にちゃんと取り込めてないさわかるあいつ。見 <laughs> なんか見るっていうことだけに。いい元氏の話はいいよ。<笑><笑>それになんか <laughs> あのもう取り憑かれてるからもう,こう見ないといけないっていう考えが残ってるから。<laughs> えー、メール来てます。紹介しましょう。はいはい えお笑いを愛するナーテンさんから来ておりますよ。あずまさん。えー、こんばんは。今週先週の土曜日のお笑い劇場楽しかったですよとキンピラゴボウさんのネタ面白かったですとありがとうございます。話は変わり、今日、えー、校外学習でプロ野球キャンプを見に行きました。<ー>いいね。野球に興味 <laughs> 野球に興味がないのであんまりでした。<laughs> まあ一人それぞれですからね。<laughs> こうストレートいいね。土足、うん、だった、ね、感情がパン野球だけに、ね、かんめっちゃっ200キロくらい。<laughs> <laughs> だって見に行って見に行きましたよって言った後次次の行で野球に興味はないので <laughs> <laughs> いやいや感じ方は人それぞれですねなんか写真も一緒につけてくれてるみたいで写真は学園祭の時にえ販売した写真ですとえ<ー>何これあいいねなんかバッグだったりストールだったりいろいろ作ったんですねこれ作ってるんだ作ったのかなももしかし <laughs> しかたたたら販売で作作っっんじゃない多分いや作ってるだろう、うん すごいな、えー、ごいはあ。いいね。うん、いや、ありがとうございます。はい、また、じゃ、あメッセージよろしくお願いいたします。いますね、うんえー、ほらほら、いっぱい、もう、なんか、そういう、新劇のめいちゃんさんが。エロタイトル、<laughs> うん、映画のエロタイトル、考えようのコーナーですか、みたいに言うから。引っ張られて、ま、えー、まやさんも。 こんばんはなになに何もしい AV タイトルを考えようのコーナーだから違いますみんないや<ー>好きなんだなそんなのなね、うん、い,い,とい,い,いいですよ悪くはないと思いますので <laughs> シプリームさん少女漫画系ならハチミツと、えー、クローバー,ー,バー好きコミックも読んでたな少女漫画ね、うん、意外となんだろうなあのこれはもう拾わないで拾わないでおきましょうね <laughs>、うん 有名ですよね。あ有名なんだ。そうなんだ。いいよな。俺あれとか好きだよ。なんかあのああそうそうあれドラゴンボールエボリューション好きじゃない。ドラゴンボールあれあんまり見たことない。ハリウッドハリウッドエボリューションあれお前本当にや 後悔してるよあれは <laughs> ひよかだってあれ俺は高校生ぐらいだったって、ね、高校生の時ぐらいにそのハリウッドで「ドラゴンボール」実写化でやるっつって、うん、で多分これもファンの人とかもめっちゃうわーってなって俺森光に誘われて行ったんですようん、うん、その映画絶対「ドラゴンボール」は面白いから絶対面白いって言ってね大会の、うん。外れないからっつって、うん、まあその時ね休み作って一緒に行ったらもう。<laughs> いや、これも実際ね、監督さんも申し訳なかったって言ってるから言うけど。あ、もう本当にひどい。<laughs> <laughs> まず、うん、この登場人物の設定がまず違うわけよ。あ、そうなんだ。全然違うわけ。うん、で、えってまず、な、なるさ。うん、で。 このまあ敵がね、ピッコロっていうこう悪いやつなんだけど。緑みたいな緑の強いやつで。ナメック星人ね。そ,そ,それとまあ主人公悟空がまあ最終的に戦うんだけど、<うん S 1> この悟空っていうキャラクターは。あの月を見たら、まあ日中の人間じゃなくて。ま月を見たら、大猿に変身して、すごい強くなるっていう。あの、まあ理性が吹っ飛ぶ代わりに強くなるっていうキャラクター。 なんだけどねでそれ月を見て月見たかなんか見て忘れたけど大猿に変身したと思ったら普通のゴリラぐらいの大きさ大猿ってめっちゃ大きいわけやろウルトラマンの怪獣とかぐらいのなんかイメージの大きさなのに普通のゴリラみたいな感じでピッコロと戦って。しかももあのう 俺も漫画とか見たことないけどドラゴンボールなんて誰もが大体のちょっと外遊のカメハメ派とかねバンビームみたいな打つみたいなあるけどあれもカメ仙人だったっけか悟空が修行を受けてカメハメ派一発打つまでの修行みたいなのが本当につまらなくてつまらんかったよな。ちょっとななんだろうあの 一坪ぐらいの石畳の上の真ん中に悟空がこう立って真四角ですけど <laughs> でそ四隅にろうそくが立てられてるこのなんかあのランタンみたいなのがあってなんかそれに向かってなんか合気道みたいな感じで対極拳みたいな感じでこう手を回しながらそのろうそくに向かってこう手をこうグーって押し込んで。 そっからなんかだんだんと風が出てくるみたいそれでなんかろうそくの火を消すみたいななんかそういうんかパワー使ってやるそれを習得したみたいなこと言ってんかそう This is key」「This is key」「鍵になってるやつ」「聞ってあのね元気のキーとかね気力のキ気力のキーそのキがパワーになってやるなんか いいいややもううとやれそそなの <laughs> そこのこ描写しかも最初その,このカメハメハをなかなか体得できなくて、うん、でなんかあのやっと体得したみたいな感じになった時になんかこのヒロインの女性となんかちょっとハグみたいな感じにし,、うん、してなんかこうちょっとなんかエロティックなシーンみたいな感じのがあってでこう悟空がそのヒロインの,あの背中の方に腕を回してなんか。 背後にあるあのろうそくを振ってこのカメハメハで消すわけよ。いやいらんいらんそういうし。なるほどね。<laughs> なんだばこれ。ちょっと薄明かりでつけてたろうそくもいいムードになってきたから気動勢いで消しちゃえ。もうこれであの習得しましたような表現をそれでやるわけよ。<laughs> どこでうまいこと使ってるばその気を。 戦でや最後なんか全部終わった後になんにエンディング終わりでなんかちょっとあの挟むやつとかってあるさ映画とかでエンディング終わりでなんか映像挟むやつあれでなんかあの死んだはずのピッコロがなんか実は生きてたみたいなちょっと続けようとしてるやつやと <laughs> <laughs> 続けようとしてるな,な気持ちら終わり方してから <laughs> 終わりじゃないわこれでなんで次回作狙おうと思ったばこれでと思って <laughs> あれはでも DVD とかあるでしょあるある だってもう本当に監督のこの開き直り方がすごくてあの <laughs> DVD も作ったわまずす全国の,このドラもう全世界中のドラゴンボールファンの皆さんすいませんでした、うん、あの僕はお金に明がくらんでこの仕事を引き受けましたって言ってるから、ね、<laughs> いや <laughs> 大して知りもしないで <laughs> 俺がも作れるよ、ね、あんなの <laughs> まあまあまあ <laughs> それはそれで面白かったですけど、ね、そうだね マヤさんも来てますよ。よ。二人は少女漫画読まない漫画は読まないかなあんまり読まないかなあったら読むけどね、俺は。ドラマとかがよくドラマ化になるよ。な。そうそうそう、このヒロキさんが今あげてるやつとか、花盛りの君、花より団子とかももともとあれでしょ。少女漫画でしょ。いたずらなキスとかね。とか、恋中恋空 そう汰とあああの本田翼がやってすから、うん分から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 ん分かるんばうんうんうなずけ方よ理解100%のうんだっただろ今まそうそうなんか俺,あ俺も分かるよああいうの見てめっちゃこのなんかおおってこのキュンキュンするのは好きだよなんか <laughs> はいはいはいなんかまたヒロインが可愛いんだよねやっぱりなああいうのってまあな可愛い人選ぶから可愛いい人選ぶから <laughs> <laughs> そうだよな <laughs> <laughs> まあまあ皆さんもいろいろおすすめの映画とかあると思うんですけれど、うん、ああクラゲ姫も良かったですね、はい、僕映画で見ました、うん、あの能根玲奈ちゃんが出てたんでおクラゲ姫見に行きましたよ見ましたよ面白かったですあれは、はい、っていという感じですけども ここら辺で行きますか。ここら辺で曲行きましょうか。はい、僕ねこの僕なんかこうライブでお笑い劇場でやってるじゃないですか。でたまにこのライブの演出こういう風うにしたいみたいなのが、はいえー、そのまあ月で回ってくるんですけど、うん、あのー、僕が次演出する時のはい、はい、あのー、エンディングエンドロールで流したい曲。なるほど。もうねこれはもうあの人生の教訓かと言っても過言ではない<う>あの歌になってます。はい、これあのーえー、カートゥーンネットワークってあるでしょ。うん あれ,の番あれのアニメの一つで「あのおかしなガムボール」っていうアニメがあるんだけど<っ>その中で何か取り上げられてる歌はいなんかその1話でね取り上げられてる歌がありますのでえ<っ>、えー、聞いていただきたいと思います、えー、それでは聞いてください「みんな特別みんな偏差君も僕も」はいということで流れておりますが、はい、えー、マヤさんも クラゲ姫見てください。あ、ドラマ、今ドラマやってますよね。あのー、瀬戸康史さんがやっております。そして「進撃んのメイチャーさん」はい、最終回生放送で生ドラマやってたよねってそうそう、恋仲。恋仲、えー、の最後が生放送だったわけよ。えー、なんか祭り会場みたいなので生でこ実際に花火も上がってから。 ぐらいはなんか、ちょうどそういうのが流行ってたんですなんかドラマの最後だけ生放送でやるみたいな<ー>木村拓哉の何だったかな,なんかのドラマとかもなったさ生放送で終わらすみたいなのがあったわけよドラマも全くなヒーローズかなヒーローズとかもなんか生放送で終わってたりとかしてるわですよでもちょっとやっぱり画角が違うさ生だと、うん、どうしても、うん、んああいうのも良かったかなと思うしやっぱりでもみんなプロだなあの、生で まさな、ドラマだもん。ドマ <laughs>、<laughs> え、まさなってか、ベ <laughs> トナムとか撮ったんですなんか。まさな。あ、い、え、い、ー、良かったですよ。良かった良かった。っていう感じですかね。はい。でもそろそろもう時間も終了ですね。 そうそう画面のこう左上に「ライブ」って書かれてるんですよライブって書かれててうん、うん、そういうのがなんか <coughs>、うん、い,い,いい演出だよねなんか面白いです嘘だったする <laughs> <laughs> でもそれで見せきれてるんだったらいいと思うよ <laughs> なんかもう <laughs> もはや、はい、じゃあ曲は終わります

FM ぎのワン f イシチュンド金曜日金ピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオはい生放送でお届けしてまいりましたが、はい、えもうそろそろエンディングお時間近づいてきているということですので、うん、え少しお知らせ告知をしたいと思いますがお願いします,えとですね2月の28日え最後2月の最後の日ですね、はい、水曜日になりますがえこれ第4回目になりますかね、うん、えごぼう日というえライブが。 ちょっとしたライブがあります、えー、僕なんかきんぴらごぼうとそしてえ同じ若手のわさびというコンビえ2組でえネタをお互い5本ずつ掛け合ってでそれでネタバトルをしていこうというライブになっておりますよ。<えっ S 1> え場所が那覇の沖江通り沿いにありますバンターハウスというあの地下にありますライブハウスでえお笑いライブを行います。そして時時間が夜の19時半会場で 夜の20時8時からスタートとなっております。料金がなんと500円。そうです。ありがとうございます。500円で今終われれば見れないですよ。ありがとうございますって誰に？500円にさせていただきました。ありがとうございますね。ドリンク込みだのドリンク込み。そうそう。だ実質ドリンク代だけでネタが見れる。まあ単純にネタを見てほしいっていうね。そうですね。私たちのこの力の入ったネタをはい見てまあ。 気軽に笑ってていいただいて、うん、でお客さんに少し採点してもらうところもあるんですけども、うん、そこはもう適当でいいので <laughs> 適,当、ね、適当に面白かった方にね、うん、あの丸付けて気軽に見てもらえればと思います、うんえー、っていう感じですかね、うん、これもまたあの僕なんか事務所 FEC のホームページ等で詳細載っておりますでまた僕なんか金平らごぼうの SNS 等でも情報を配信しておりますので、はい、そちらの方からもチェックそしてチケットの予約等も受けたわ 受けたまわっておりますので、えー、どしどしよろしくお願いいたしますお願いしますありがとうございますこんな感じですかねこんな感じですかねありがたいですけどねもう今日も、うん、あのそろそろラジオ終わりですけれども、はい、あと四分ですよあと四分四 <laughs> <laughs> 分,分ですよね4分ありますよ、えー、ひろきさんから、えー、はい 五百円という値段以上の価値はあると思います。ああ、りがとうございます。ます本当に、もうひろきさんそうなんですよね。ひろきさん、うん、ありがたいな。いや、ひろきさん、ひろきさんいろんな子のライブ見に来てくれるじゃないですか。ありがたい。だからそういう人からこう言われるとあのよりありがたみがありますよね。うんねうん、そうだ、そうだよ、そうひろきさんちょっとさ、うん、あラジオ越しで言うのもあれだけど、うん、みんなでなんかご飯行こうよ。<laughs> <laughs> あの帰りが <うん S 1> 帰りででこぼこトラベリング <うん S 1> 僕なんか事務所の後輩でこぼことラベリングの帰りがなんかこの二十歳 <うん S 1> なんか一番何かその年代で一番誕生日が遅かったから二十歳になったらみんなでどっか居酒屋とか行きましょうよっ,ってもうなんか半年ぐらい経ってるから <あー S 1> <laughs> これだからマジで行こう行こう <laughs> あ行きたいね,ねみんなでなんかちょっと渾身会社なんないですけど皆さんで飲んでちょっと面白そうだなう <ん S 2> 俺はご飯がいいな

いやどうす強いやつばっかりやし、えー、行くなな <laughs> マティにバサミしようかなでもなんかわ俺も,もう分からんけど24になって飲めるようになって4年ぐらい経つけど、はい、あのだんだんとなんか体が今どんくらい酔っ払ってるなって分かるようになってきたあ<ー>なんかありますよねでだからど,んどのくらいのペースで今飲んだ方が今はちょっと水だなみたいなのが分かるわけなはいはい,はい、はい なんか僕ちょっと肌弱いですよだからなんかちょっと顔とかがお酒飲んで赤くなるわけさでそれが俺だからパロメーターみたいになってるわけ顔の色がなんかすぐお酒飲んで度数が強かったら顔が急にグッと赤くなるけどある程度体に馴染んだら顔の赤みがスーって引いていくわけそしたらあのほどよくお酒飲んでもいい停滞期に入ったないい感じの時期だなみたいなだから俺色でパロメーターがわかるからわかりやすくていいですかりやすいそうそうそう そうあるなんか飲みすぎて履いたこととはないけど人い、うん、で二2回ぐらいかなもう,の、うん、もう嫌だなんかもあのお酒飲んでふらふらってなるとかって小さい頃とか絶対ならんだろうと思って、うん、もう本当に二重成り立てぐらいの頃からバイト先の先輩に連れてってもらって居酒屋居酒屋飲み屋みたいの回って<ー>最後なんか夜中の居酒屋みたいなまで行って、うん、もうなんか。 出口出た瞬間にもうなんか <laughs> あのグワングワびっくりした俺 <laughs> こんな鳴るんだと思ってもうなんかさ声もずっとなんかエコーかかってるみたいり、うん、はいます、はい、おここおい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 みたいなのをな、えー、先輩が言ってるやつがはこれすごいなってなったっていうのは一個あるこれもうほんとにだから飲み始めねまだ慣れてない頃とかはあるうんそんくらいかな お酒かしかも飲み屋とかもその時初めて行ってすっげえ緊張したから残破の白をもうなんか水かのように飲んでた全然弱気を薄っ薄残破の白と思ってでもやっぱああいうところって薄く作ってるんじゃないだろうないっぱい飲むからなそうそうそこはちゃんとプロの腕の輝いてるんだろうなそういう飲み屋さんはねえいや <laughs> これを根拠の電波で <laughs> みんなで伸び返しを何のラジオて <laughs> なのでまああのー 聞いてる方で、聞きたい方は、どこら辺でやってるか、ちょっと、はい、あの、ランダムで当てて。来 <laughs> てもらって構いませんので、5個ぐらい用意するので、選択肢を。<laughs> もう時間なくなっております。ありがとうございます。はいはい、来週、も生放送予定ですので、えー、楽しんで聞いてもらえればと思います。はい、以上、金ぴらごぼうのキンキンぴらぴら、おほいさまラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ、キンキンぴらぴら、星に変わって。お仕置きよー。 はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そうなんだ。スプリームさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ばヤさんもお疲れ様です。ご褒美最高っすと。お、ありがたいね。ありがたい。ぜひとも、今月も来てもらえればと思います。今月の、後半企画は。あれになりますね。ライブご褒美。うん。 お絵描き伝言ゲームなるものをやりますんでそちらねまあまあ企画はですねおまけみたいなので集計の間にね手抜いてやるんで楽しんでやりますけれどもまあまあ話し始め笑いは一切取らないと取るつもりはないので楽しんでもらえればと思いますそこもね。 いやドリンク飲みながら見れるっていうのがちょっと醍醐味だと思います、ね、確かにね、うん、そこも、うん、お酒も飲めるしねそうそうお酒も選べますからか進撃のメイちゃんさんが「キャンさん主語」って聞いたことがあるっていや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  <laughs> いやもう,う噂が出回ってますよゆ,ゆっくり飲むだけですよ <laughs> かっこいいねゆっくり飲める人いいっすよね僕なんかあのウ,イウイスキーとかだからゴ、はい、リラコーポレーションの浩平さんはめっちゃ飲むんだけど<ー>なんかこの強いお酒をちゃんとなんかこの、うん あちびりちびり味わいながら飲むのが、はい、かっこいいけどなんかそんな感じでもないさ、うん、俺ってなんか,分かんなんか分からんけどね、うん、分からんけどなんかこうカウンターにさこう渋い、うん、渋い顔悪いんだけどなんかこうちょっとなんか物思いにふけながらこう飲むのの,のなんだろうなんかシャックに合ってないというか、うん、自分身の丈に合ってなくない <laughs> いや分からんけど。 俺だって俺もあなんか森光はなん,なんかそんな雰囲気出しててもあのなんだろう大丈夫だと思うわけ。<laughs> そうなの。イメージなんか俺のか<ー>感覚だけど、わからないの絶対ないけど元氏がやってたら派閥でしょ。うん あまあ、確かに確かになん,かなんかあいつぶるところあるん,すなんか <laughs> それをツーぶるところがあるしもとしとか大やとかよな、うん、ちょっと言っただけのになんか私詳しいそれ専門の人ですよみたいな感じで話してくるから <laughs> <ー>いやこれは僕はもう本当に正直に言うんですけど、うん、お酒の味とかコーヒーの味とか全くわからないほ、うんとに <laughs> <ー>味系全くわからないから、うん あ、でもなんか強いの飲むののなんていうのこの喉がカーってなる感じとかがちょっとなんかスッキリするっていう時はあるけどもうそのなんか日本酒、何々の日本酒、芋焼酎とかもう全部一緒って俺なっちゃうから<ー>日本酒はな、もう本当にあれは飲み慣れてる人じゃないとわからないと、うん、何がお美味しくてみたいなあそこぐらいまでなったらもう値段とか どれがうまいとかじゃなくて好みだと思うんですお肉とかもそうっていうさもう A5 ランクいっぱいあるからあとはもう油の量赤身の量とかの好み次第になるあんのレベルだと逆に A4 の方が美味しいよっていうそ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 ういうそんな感じだと思うまあまあそうですよ、ウイスキーとかもそうですウイスキーもそうです安いからいい高いからいいではあそうなんですねにななるんですね合わいあ 一時期毎日ウイスキーを持ち歩いてるそうそう我々んですけどやばいやつでしただって,だって、まあ、ライフのちっちゃいやつリュックのあのちっちゃいポケットに入れてア森モリがなかなか口に合わなくてア森モリねそうそうだから<ー>居酒屋とか行った時にまあダメかもしれないですけど、うん、あのみんながやっぱア森モリ飲むってなった時に、はい、まあ自分だけウイスキーを飲んだりしてましたねア森モリでもいい,いいですけどねうん、うん、まあ今は飲めるけどね やっぱ二十歳の頃とかやっぱな、二十一ぐらいかななんか本当に、うん、あのいわゆるあ喉乾いたあーなんかちょっと外で作業して喉乾いたつって、うん、あーもう時間ないやさよなら <laughs> さよなら <laughs>